マヌエル・マル・アンダ・コスタ・トリンダーベ・セヌー氏は、フランス・ムルトイ・コール・エイ・コール・モゼル、ケンサン・マックス出身のモロッコ代表サッカー選手。あるイテハド所属。ポジションは、センターバック。フィオレンティーナ時代センターバック以外にもディフェンスなら、どのポジションでもこなすことができるユーティリティ性もある、ことから、2007年3月に怪我人が多発していた。 チェルシー FC から遺跡話を持ちかけられた。ポルトガルメディアのインタビューによれば、ダコスタは、チェルシーと PSV アイントホーフェムとの接触も認め、同じく、ポルトガル人のジョゼモーリーニョ監督を褒めたたえながらも、チェルシーのようなクラブでプレーしたいとは思うが、それは、条件次第と将来に関して冷静な考えを、示した。2008年1月29日、 イタリアセリエへの悪婦フィオレンティーナへの移籍が発表された。移籍金は450万ユーロで、契約期間は5年間であったが、ポジションをつかむことができずに2009年1月30日、UC サンプドリアにレンタル移籍をした。サンプドリアでは2試合の出場に止まり、フィオレンティーナでは1試合の出場のみに終わった。2009年8月31日、 サビをぬせることのトレードで、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC へ移籍した。初年度はあまり出場機会に恵まれなかったが、翌シーズンは出場する機会が増えた。2010年12月には FC スパルタクモスクワからオファーがあったが、ロシアリーグが魅力的でないとして断った。2010年10月30日、足首を負傷し、翌年の2月まで、 戦線離脱を余儀なくされた。2011年6月21日、ロシアプレミアリーグに所属をする FC ロコモティフ、モスクワへ4年契約で移籍をした。スポルドエクスプレス氏によると移籍金は150万ユーロである。ロコモティフ会長のオリガスモロードスカヤーはリーグワンのリールへ移籍をしたマルコ馬車の代わりとして、コスタを獲得したことを述べた。 2011年9月10日、第23節の FC ゼニトサンクトペテルブルクとの試合では、75分にフリーキックからペナルティーエリアに入れられたボールに対してジャンプをし、ゼニト GK、ビアチェスラフ、マラフェーフとの空中戦を制してヘディングによる逆転ゴールを挙げた。88分には CK からのボールを75分同様ヘディングにより得点を決めた。 一試合で二得点を挙げたのは、キャリア初であった。2015年8月18日、スユペルリグのスイバススポルから、オリンピアコス FC に移籍。2017年7月20日、イスタンブールバシャクシェヒル FK へ加入し、再び、トルコでプレーすることとなった。2019年1月5日、サウジアラビアのあるイテハドに移籍した。 ポルトガル U-21 代表では22試合に出場している。2008年、ユーロ2008予選では A 代表に何度か招集されたが、出場機会はなかった。その後母親の生まれ故郷であるモロッコ代表を選択し、2014年5月23日に行われたモザンビーク代表との親善試合で初出場を果たした。 2018年3月27日のウズベキスタンとの親善試合で代表初得点を挙げた。フランス出身でポルトガル人の父とモロッコ人の母を持つ。ユース年代ではポルトガル代表として出場した。プロのキャリアをポルトガルで始めようと FC ポルトのトライアルを受けたが不合格となった過去がある。それでもポルトのことは応援している。ただ、 ポルトガルに住んだことはなく、ポルトガル語も流暢に話すことはできない。しかし父のルーツであるポルトガル代表を一度選択した理由を自分がフランスよりポルトガル人として感じるからと過去のインタビューで語っている。ありがとうございます。